どうも、小桜です今日はですね、あのー、まあ、ホームセンターに行って、DCM のメーカーのね、あのー、苗ポット、あのー、こだまかぼちゃぼっちゃんっていう、まあ、品種みたいですね。これ多分品種と思うんですよね、ぼっちゃんっていうのは。んで、まあ、初心者マークがついとうから、まあ、俺みたいなね、あのー、初心者でもできるんじゃないかと思って買いました。でね、 本葉もこうやってねついてて2つ本葉自体は2つであと小さいねちょっとこれどかそうかなちょっと一回止めてはいまあねこう見たらもっと見やすいと思ってまあこれ札を取ってまあ本葉がこう2つありますよねんであのーこれ何つうのかね 小さい子供の葉でここが成長点と思うんですよねセンターにあるのこれを今から <laughs> あのまた100均で買ってきたこないだのねトマト、ね、植えた時のと同じような器とあとあの培養土はね培養土というかまあ野菜の土これですね買ってきましたね 専用培養土、野菜に適したね。で、成分なんかいろいろ赤玉とかそんなも入ってるみたいですね。かぼちゃに使えるような感じの。で、まあ結構ね、多分ね、通気性のいいやつと思うんで。うん。あ、成分ここ。配合原料。ココピートココピート、バーミキュライト、パーライト、ビートモス、堆肥、赤玉、あと、 これ、なんつうて書いたるのかね。くんたでいいのね。まあ、そういうのが入ってます。ダイソーで買いました。で、これを今から、あのー、さっき言えないで、この前みたいに植えていこうと思います。はい、えー、っとね、2袋入れて、ちょうどこんな感じです。まだ水を入れてないんで、ちょっとね、水を入れたらまた、ここからつ、ね、あの、上の、 上からちょっと土がねあの下に下がっていくとは思うんですけどもうこれをねこのポットをまあ入れていきたいと思いますポットのね土はもう結構ほぐれてる感じなんでわざわざ水を1回浸してとかいうのはいらないと思います、まあ、とりあえずやってみますねはいこんな感じで埋めることが植えることができました そしてね、水も今与えました。あの、ダーッとね、あの、水を浸透させました。下のね、受け皿にも水が少し滴ってきたんで十分と思います。で、かぼちゃは初めてなんですけど、かぼちゃってなんか誘引しなくていいみたいなことなんか、YouTube でなんか言ってたんですけど、ちょっと自分まだよく分かってないんですけど、とりあえずこの成長点はもう、 この切らななきゃいけないいけみたいですね真ん中にある成長点をちょっとうまいことあカメラ持ちながらやったら難しいんであの今から切ります YouTube で見たらそうやっとったんではい切りました成長点を切ってあと下に入ってる仕様もとりあえず YouTube でやりよった人は切,あの切るって言ったんですよね ただこれからまたはい、あのー、ちっちゃいね塩は生えてくるとんでまあこのままとりあえずねあとはもうすることないんですよね水をまいたしでまあこれもベランダに出そうと思って寝たしてあのー、経過を待とうと思ってますじゃあちょっとねさらっとした動画ですいませんけどまあこういうふうにかぼちゃもちっちゃいね ぼっちゃんかぼちゃこだまのやつを育てていきます。ねこうさしとったらいいんかなへ <laughs> ね安かったしこれを今後育てていきます。では。